塩ナス植物、塩生植物とは、高塩濃度に耐える、種子植物を言う。海岸や塩湖の周辺に出現し、独特の群落を形成する。また、地下水の塩濃度が高い半乾燥地域に生育する、野生植物など、これに属する。海及び海水の影響のある地域では、草類である海草は普通に見られるが、種子植物に属するものは、ごく少ない。 これに、シダ植物、コケ植物をまとめて、陸上植物といい、すべて淡水から陸上で進化したものと考えられている。そのためか、このような類は塩分への耐性が弱く、例えば台風で海水のしぶきが吹き込むと広く、植物が枯れる、減少、塩害が見られる。そのため、海岸に出現するものすら限られたものとなるが、 より海水に浸るような区域に生育する種も少ないながらある。そのような植物を塩なす植物という。耐塩性の強い植物には通常の土壌で最もよく生育するが塩類濃度の高い環境でも生育できるレベルのものから通常の土壌よりも塩類がやや多い環境の方が生育に適するレベルのものまが存在しどの程度の濃度の塩にまで耐えられるかにも大きな。 バラつきがあるが、どのレベルの植物を、塩なす植物と称するかという定義ははっきりと定まっておらず、研究者が個々に定義して議論している状況である。もっぱら潮沼や波の穏やかな海岸の長官隊、干潟、川口の寄水域などに生育し、日本での分布は海岸付近に限られるが、世界的には塩湖、砂漠地帯の湿地や沿岸によって放棄された。 工作地にも生育する。広い意味では、完全に海面下で生育する海藻、アマモなど、や、大塩性の強い海浜植物も含める。また、ヨシなどは淡水に生えるのが普通だが、塩沼でも生育するので、塩ナス植物に入れることもある。熱帯、アネッでは、海岸湿地に塩ナスの木元からなる森林が成立し、マングローブと呼ぶ。日本では、 鹿児島県以南に見られる。温帯以北に生育する塩ナス植物は、団体の浜房群落、ハンマングローブや、大陸内陸部に生育する、魚流果樹木などを例外として、ほとんどが草本であり、日本では代表的なものとして、アイアシ、シオクグ、アッケシソウ、ウラギク、ハマサジ、シバナなどがある。このような植物が生える、内湾性の干潟的な草原になったものを、 炎性湿地という。これらの植物には生育できる環境の減少により絶滅が危惧されているものもある。この他超状態で生育する海浜植物でも浜松菜、浜赤座、鶴菜、これらは干潟に生えることもあるなど、かなりの耐塩性を示すものが多く、これらを肝塩性植物とも言う。これに対して蒸気の塩なす植物を質塩なす植物という。 農業作物では、木綿が塩分への耐性が強いことで知られ、干拓地において土壌の塩分が抜けるまで栽培される例が多かった。またトマトは塩分を含んだ土壌で栽培すると糖度が増すため、意図してそのように栽培する手法、塩トマトが存在する。近年では、日本でも食用に栽培されているアイスプラントが顕著な耐塩性を持つことが知られ、総使用類のモデル、 使用なす植物の一つとして、研究上でも重要なものとなっている。過剰な塩類は、主に下記の二つの面から植物に影響を与える。過剰な塩類にさらされた植物が最初に受けるのが、浸透圧によるストレス、A、オスマティックストレスであると言われる。塩類が、根周囲の水ポテンシャルを硬化させることにより、植物は水を吸うことができなくなり、 乾燥ストレスを受けた時に似た状態に陥る。植物体に水が十分に行き渡らなくなるため、葉が小さくなる、新しい葉が出るのが遅れる、即芽が出なくなるなどの影響が出る。ナトリウムが細胞内に蓄積すると、カリウムの濃度勾配によって保たれている、膜電位が維持できなくなるほか、多くの酵素の働きが阻害され、様々な細胞プロセスに支障をきたすことが分かっている。 したがって、耐塩性とは、浸透圧への耐性と、代謝に、イオンが及ぼす害を防ぐことができる性質等を合わせた、ものを指す。各植物はいくつかのメカニズムを組み合わせて持っている。中には、耐塩性でない普通の植物も持っているものもある。海水の飛沫、乾燥による、濃縮、不適切な考えなどにより塩ストレスを受けた、一般的な植物、中性植物、 塩用なす植物ではない植物は、夏季の適合溶出の蓄積、液胞への塩分の隔離などと同様の気候を持つが、塩用なす植物とそうでない植物の違いは、まだ明らかになっていない分が多い。葉からの蒸散を抑えることにより、根圏の更新等圧による乾燥ストレスに耐え、また根からの水分吸収に伴って塩分が流入するのを防ぐ。 根の内皮を取り囲むように存在するカスパリー線が内皮の外側と内側を隔てるバリアーとして機能し、同管、歯管への塩分の流入を防ぐ。植物の例、中国の野生植物プキンリア・テンフローラ。流入した塩分を古い葉に集めて落葉させ、若い葉を守る。葉の表面に塩類線と呼ばれる塩を排出するためのセミア。 塩脳細胞と呼ばれる塩を蓄積するための器官を持ち根から流入した塩をそれらの器官に集めることで体内への蓄積を防ぐ耐塩性植物もある。参考塩類性を持つ植物昼気騙し塩脳細胞を持つ植物アイスプラント。耐塩性の植物もそうでない植物も一般にナトリウムプロトン対抗輸送体ナトリウムプロトンアンチポーター A。 ソディウムプロトンアンティーポーター略称ニア、または SOS1 と呼ばれる輸送、タンパク質を持っている。細胞膜上に存在し、プロトン、水素イオンを細胞内に入れる代わりにナトリウムを細胞外に排出する働きを持ったタンパク質で根においては、流入したナトリウムを根の外に運び出したり、導管に運び込んだり、 導管に入ったナトリウムは葉まで運ばれ、液泡に貯められたり塩類線から排出されたりする、する働きを担にな、いる。大塩性植物のセレオンラソルスジニアやセレオンラパーベアラでは、近縁の使用感受性植物白いヌナズナに比べて、このトランスポーターが多く発現していることが明らかにな、いる。成長した植物細胞に見られる液泡は、 水の多角主要分を貯蔵する役割を担っているが、細胞に流入した過剰な塩類を隔離するための貯蔵庫としても働くことが知られている。葉が肉厚で大きな液胞を持った植物において、特に大きな役割を果たす。アッケシソウやオカヒジキでは液胞に溜めたナトリウムがかなりの量に達し、古くからアッケシソウ属の植物を焼いてソーダバイが作られた。地中海。 カスピ海の沿岸地域には、あっし相続を利用したソーダ工業が1850年代まで存在していた。有機化合物を細胞質に蓄積することによって、浸透圧への耐性を獲得する植物もある。このような目的で合成される有機化合物を適合溶質と呼び、以下のようなものが知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。